こんにちは、速稼塾の久保です。緊急事態宣言が1月7日から発出されるという見込みですけども、これに対してですね、まあ、いわゆる補助金とか助成金とかね、給付金という類のものがありますけども、こういったものが各地方自治体に国庫の方から分配されているそうなんですよ。で、あとは各都道府県、こちらの方が我々国民にどういうふうな支援をしてくれるかってことなんですけども、一旦ね、ここで、今回の件に対する補助金、助成金、給付金というものがどんなものがあるのか、各都道府県ごとにちょっとね、まとめていたものがありますので、そちらの方を一緒に見ていこうかと思います。皆さんもね、ちょっと画面を切り替えますので、まあ、今回はね、中小企業中心ってことになりますけども、個人に出されるものもあるかもしれないので、ちょっと見ていきましょう。画面を切り替えますね。まあ、特別定額給付金っていうのがね、全然出なくなっちゃいましたんで、第2弾はないということで、もうね、第2弾が出ますよっていうふうな、まあ、なんですかね、煽ってる方もね、いると思いますけども、まあ出ないと思います。ただね、出してくれという要求をするのは全然いいことなんで、私の方は特別定額給付金を出しましょうという運動をこれからも続けていきますし、それぞれね、政治家さんとの面談をこれまで以上に繰り返しながら圧力をかけていこうと思います。ただね、私一人ではなく限界があるんで、ちょっとね、特にね、公明党さんに縁を持っている方、創価学会の方もそうかもしれませんけども、公明党さんをちょっと切り崩していきたいと思うんで、ご協力いただければと思います。ということで、今ね、ご覧いただいているのが J ネットというものですけども、これは中小企業経営者の課題解決をサポートする最新の支援情報や事例をお届けしますということなんですよね。まあ、見方としてはですね、この右上に検索もあるんですけども、私の場合はね、ここ新型コロナウイルスに関する地域の補助金、助成金、融資の情報をまとめていますということなんで、まあ、中国地方の方ね、タブをクリックしてみましょうかね。はい、こういうふうになると中国地方が出てきますので、広島県をクリックします。もう安いですね。こうすると広島県の補助金、助成金、融資の情報をまとめていますということなんで、こうやって一個ずつ見ていくことができますね。まあ、いろいろありますね。うん、県営住宅の有償提供とかね、生活福祉資金特別貸付、あ、これはもう散々使われたやつですね。もうね、枠を使っちゃってますよね。うん、で、中小企業団体中央会、まあ、相談窓口があると。で、飲食店をご利用の方はこちらの方と。うん、なるほどね。これですね、企業向け BCP 事業継続計画策定支援。私の場合はこれを見ていけばいいのかなというところですね。うん、ああ、まあ、これだけあるんで、何かね、自分に使えそうなやつが見つかりそうですよね。特にお仕事関係で押していけば、例えばどこかお勤めの方はね、お勤めになっている経営者の方とか、総務の方とかにこういう制度を使っていきましょうよというふうにたきつけていくことはできると思います。飲食店されている方はこういうふうなね、備品の調達にかかるお金を補助してもらうということができますね。就労継続支援事業所の生活活動、もう漢字が並んでてちょっとね、ややこしいんですけども、こちらの方も使える方多いんじゃないかなと思いますよね。うん、で、一旦ちょっとね、戻って、ここですか、別の検索の方がありますよね。メルマガによる情報提供、これメルマガ登録しとこう。こういうのはね、メルマガ取っといた方がいいですよ。うん、あ、これ性別とか、40代ですね、男性、職種、経営者、会社役員、その他、業種は、動産サービス、ないですね、情報通信業。情報通信業あったかな、これか。うん、ですね。広島県。はい、同意するで、次へ。はい、これでいきます。うん、これでね、最新の情報とか届くと思いますので、待っとこうかなと。また届いたらね、皆さんにも動画でお知らせします。新規創業者向け給付金、あ、こういうのあったんですね。休業時短営業協力金でしょ、家賃支援金、実質無利子融資、ウィズコロナの支援事業、これもいいんじゃないですか。これも使えそうですよ。クリックすると何が出るかな。うん、ああ、休業協力金とかありますね。実質無利子。これか。新型コロナウイルス関連と。都道府県別。さっきと一緒かな、これ。ああ、なんかありますね。
広島県呉市、三好市、大竹市、安芸高田市、残念ながら私の住んでる福山市はありませんね。なるほど、ありがとうございます。ということでね、後でまた細かく見てこれは使えるなと思ったのは放送を継続していこうと思いますけども、現在ね、補助施策、保護施策がないわけではないんですよ。ただどこを調べればいいのかわからないんで、私たちみたいなね、あの YouTube で知らせる人が必要になってくるのかなと思いますけども、これがね、社会保険労務士さんとか、それから司法書士さんとか中小企業診断士の方とかは結構ねご存知だと思いますけども、普段そういう方にご縁ないじゃないですか。私たち経営者は顧問としてそういう人を抱えてるんで、あのいろいろ教えてもらえるんですけども、でもね、なかなかね、国民生活支援ダイレクトに国民の一人一人へっていうのは誰も取りまとめてくれないんで、まあ今のところ YouTube をやってる、まあ我々が頼りというふうにね自画自賛するわけではないんですけども、まあ我々に課せられた責務は多いなと思います。こんな制度があるからみんな使っていこうよとかね、こういうふうに働きかけたらもしかしたらあの突破口を開けるかもしれないってことをこれからもお届けしていきますんで、期待してご覧になっていただければと思います。2021年ね、まだ始まったばかりですからね、まだ隠れている制度っていうのがあるはずです。私はこれからも探していきます。ご期待ください。それでは行ってらっしゃい。